来たか。みんな揃って何事だってばよ。それに誰そこのじいちゃんガエル。口を慎め。この方は妙木山の二大仙釜の一人、深作様だ。ジライア様に仙人術を教えになられたジライア様の師にあたります。え、エロ仙人の師匠。エロ仙人とはの、ジライアちゃんらしい慕われ方じゃ。で、そのじいちゃんガエルがなんでここにいんの？どこから話せばいいかの。そうじゃの、とりあえず言っておくが。ん？ジライアちゃんが戦死した。は？な、何言ってんだよ。暁のリーダーであるペインと交戦してな、不意をつかれての一撃が致命傷じゃった。満身創痍のジライアちゃんがわしにペインの情報を託し、一人ペインに立ち向かったのじゃ。お前たちに後を託しての。そんなの嘘だろ。事実だ。でもエロ仙人がそんな。事実だ、受け止めろ。ナルト、ばあちゃんが行かせたのか。そうだ。なんでだよ。なんでそんな無茶許したんだってばよ。ばあちゃんはエロ仙人の性格よくわかってんだろ。たった一人で行かせるなんて。よせナルト、五代目の気持ちがわからないお前じゃないだろ。ナルト、どこ行くの。エロ仙人が五代目になってたら、妻でもばあちゃんにこんな無茶はさせなかった。エロ仙人ならこんなこと、こんな、クソ。ナルト、サクラ、いい、少しそっとしておいてやれ。すみません、深作様。ナルトとはいずれまた。あ、それで。しかし、さすがはジライアちゃんの弟子じゃ。純粋でまっすぐなところがよう似とる。今日のところはこれで解散にしましょう。ナルトも時間を置けば落ち着くと思いますので。うん、ではそれまでわしはあっちに戻っとく。時が来たら呼べ。はい。お前たちも解散だ。しずねももう下がっていい。はい。俺、なんでここに突っ立ってんだ。行こう。Thank you.
任務でも随分活躍しているみたいだな。里のみんなも噂してるぞ。久しぶりに話でもしないか。一楽でラーメンをおごってやるぞ。やめとく。ナルト。今回の遠征任務長かったしね。みんな元気にしてっかな。再会すんのが楽しみだな。おい、そんなにはしゃぐな。みっともないぞ。しょうがねえだろ先生、本当に久しぶりなんだからさ。ったく。俺も木の葉に戻ってきたとき、はしゃぐなってエロ仙人に言われたっけ。今日の修行もなかなかきつかったってばよ。まだまだこれからだっての。少しずつ修行の量を増やしていくからの。へへなんだ、いきなり笑いよって。そんなに次の修行が楽しみか。いや、そうじゃなくて、修行やってると嬉しくなってさ。嬉しい？修行ってばすげえきついけど、でも少しずつサスケに近づいてるって思うと嬉しくなってさ。もっともっと強くなって絶対にサスケを取り戻してやる。常に明るくそして前向きな姿勢か。お前を見てるとこの忍びの世もいつか明るい光が差すように思えてならん。突然なんだよ。残念なことだが、今のこの世には憎しみがはびこっている。憎しみ？争いが生み出す産物、何かを失って生じる恨みの感情。オロチマルやサスケも家族を失い、憎しみにとらわれた被害者とも言えるの。その憎しみをどうにかしたいとは思っとるんだが、実際にはどうしたらよいのかわしにはまだわからん。だがいつかは人が本当の意味で理解し合える時代が来るとわしは信じとる。なんか難しいってばよ。答えが見つからんかったときは、その答えをお前に託すとしようかの。おし、エロ仙人の頼みなら仕方ねえってばよ。
何？なんで笑うんだよ。お前の笑顔には救われるようだ。お前を弟子にしてよかったわい。あれ、なんで俺エロ船に。ナルト、イルカ先生、ジライア様のこと聞いたよ。俺のことをずっと見てて欲しかった。俺が火影になるとこ見ててもらいたかったのに。エロ仙人にはかっこ悪いとこばっかしか見せられなくて、俺ってば。ジライア様はお前のことをいつも褒めていたよ。自分の孫のようだといつも鼻高々に話してくださった。エロ仙人が？お前が自分の意志を継ぐ存在だと信じてた。いずれ立派な火影になると信じて疑わなかった。だから。でも。ん？エロ仙人はもういねえ。孫みたいに思ってくれてても、火影になるって信じてくれてても、もうエロ仙人はいねえ。もうどこにもいねえ。いるさ。え？お前の中に、お前の心の中にいる。そしてずっとお前を見守ってくれてる。俺の中に？確かにジライア様はお前の前からは消えた。でもジライア様から受け継いだ意志は生きている。意志？長い間ジライア様と共に歩いて、お前は何を受け取った？それこそ数えきれないほどの思いを、意志を受け継いだはずだ。意志は生きている。ジライア様の意志はお前の中でしっかりと生き続けているんだよ。目をつむってみろ。お前の中にジライア様はいるはずだ。わしは信じているぞ。たとえお前が同じような目にあったとしても、しっかりと前を向いて進んでくれることを。その瞳は曇ることなく信じた道を突き進むことをな。わしはいつでもお前を信じておるからな。どうだ、お前の中のジライア様は何と言ってる？ここでうじうじ落ち込んでろって言ってるか？
言ってね。信じてるって。しっかり前向いて進んでいくことを信じてるって。信じた道を突き進むことを信じてるって。いつでも俺のこと信じてるって言ってくれた。そうか。俺が落ち込んでたら俺らしくねえ。おかげになれるって言ってくれたのに、孫みたいだって言ってくれたのに、落ち込んでばかりいたらエロ仙人に怒られるってばよ。すげえ辛いし悔しいし苦しいけど、けど立ち止まるのはもうやめだ。うじうじしてんのはもうやめだ。俺は俺らしく、エロ仙人からもらったものを引き継いで自分の人道を突き進んでいくってばよ。エロ仙人の弟子として最後まで。それでこそ俺の知ってる渦巻きナルトだ。頑張れよ。うん、ありがとうイルカ先生。渦巻きナルト物語。みんな集まったようだな。もう大丈夫なのナルト？ああ。いい顔になっとる。では深作様、ペインの情報を。いいじゃろ。これがジライヤちゃんが残したペインの情報じゃ。リンネガンか。思った以上に厄介ですね。しかも6人もいるなんて。他に深作様自身が感じたことはありますか？今はどんな情報でも欲しいのです。そうは言ってもの、いや、そういえばあの時ジライヤちゃんがこんなことをつぶやいておったな。おい、どうした？本物はいない。ジライヤちゃん、本物はいない？一体どういう意味なんですか？わからん。なぜあれを口にしたのか見当もつかん。さすがにそれだけじゃどうしようもないですね。ナルト？もうペインのことは大体わかった。俺は修行に行ってくるってばよ。あんた、いきなり何言い出すのよ。どんなにすげえ能力持ってても、それに負けないくらい強くなればいいだけだ。俺は修行して強くなって、そんでエロ仙人の仇を絶対取る。じっとなんかしてらんねえ。力むのはいいがな、今のお前がここで修行してもペインには到底勝てりゃせん。だと？だからじゃ、このわしについてこい。妙木山で戦術の修行じゃ。妙木山？
そこで修行すればペインに勝てるようになるのか。それは分からん。じゃが今よりも可能性は上がる。じゃあ迷うことなんか何もねえ。ペインに勝つ道があるってんなら俺はその道を信じて突っ走るだけだ。よう言うた。ではしばらくの間ナルトはお預けします。騒々しいやつですがどうかよろしくお願いします。ああ。さてナルトちゃんは修行の準備をしてくるがいい。わしは木の葉の門で待ってるからな。よしやってやる。